徳島駅の乗り場、奏車場。この一帯も寺島側だった。左の建物とその奥の緑地との間に、現在の寺島川が流れている。寺島川は、徳島県徳島市を流れていた吉野川水系の河川、氷炭島内を流れていた。現在は、大半が埋め立てられて、水系から孤立した水路になっている。埋め立て地には、 四国旅客鉄道の徳島駅と麦線などがある。現在の氷炭島はかつては、徳島、寺島、出来島の三つの中州に分かれており、寺島側は、寺島と他の二島の間を流れていた。徳島城の西方、現在の京都文化会館付近で新町側から、分流し、出来島と寺島の間を北東に流れていた。現在の高徳線に達すると、 線路沿いの東から南東へ流路を変え、徳島と寺島の境となった。現在の市中央公民館付近までは、線路の南側を、それ以降の徳島駅、麦線では、線路の北から北東側を流れていた。言い換えると、徳島中央公園の南西園を流れていた。勝戸木橋と富田橋梁の間で再び、新町川に合流していた。 合流点近くでは、この二強の間がほぼ川幅だった。満潮時には、新町川経由で海水が逆流し、寄水化した。徳島城追記時には、氷炭堀が分岐して、現在の前川橋に通じる道路に沿って、ジョニン川まで通じ、出来島と徳島の境を成していた。しかし、江戸時代初期にジョニン川川、 寺島川側双方で築定され川から分離された。江戸時代は徳島城から見て北部に流れているジョニン川とともに天然の外堀となっていた。川岸には石垣と城壁が築かれていた。川幅が広い河口河川だったので、江戸時代には徳島城への物資の搬入。徳島城廃城時には木内建築物の解体による建材の搬出。 徳島駅開設以降は駅への貨物や燃料の搬入などに使われた。新町川への合流点には中須港があり、1922年には港湾に指定され徳島港となった。貯木場としても利用された。明治から段階的に埋め立てられた。1937年までには出島橋から徳島駅までの区間が完全に埋め立てられ、 流路が途切れた。1949年より、徳島駅の操車場の拡張のため、徳島駅付近が埋め立てられた。麦線沿いは、しばらく残っていたが、1959年頃に埋め立てられた。並行して進んでいた、国道192号の麦線アンダーパスカの残土も、埋め立てに使われた。徳島中央公園と JR 敷地の間の水路として、 中間の一部が残っている。公園側の川岸は、徳島城追記寺の石垣で、一部を除き、石垣の上まで歩いていけるが、そのための遊歩道などは、整備されていない。6個の死体死が幻想にし、大半は、ヘドロの中に埋没しているが、剣先端跡のものは、容易に見られる。 JR 側の川岸の大半は、埋め立て後の新しい石垣で、一部はセメントになっている。徳島中央公園南端で地下に潜り、暗渠化している。その先は、旧稼道を横切って、立体交差が掘られているが、立体交差をどう超えているかは不明。また堀川もすぐそばで暗渠化しており、地下で合流している、可能性がある。その先は、暗渠のまま。 かつての新町川への合流点にある、寺島排水機場で新町川に排水されている。上流側では、徳島運転所入り口から蓋が消された暗渠になって、少し続いているが、その先は確認できない。かつての新町川からの分流点付近には、小さな水門があり地下に通じているが、寺島川と地下でつながっているかは不明である。上流から、 現在の地名はおおよそである。旧華道には JR の施設や公共施設が建っている。ありがとうございます。